聖教会の二人の総主教。コンスタンディヌーポリ総主教バルソロメオス一世のロシア訪問中、クローンシュタットにて模型を前に説明するモスクワ総主教キリル一世。それぞれ頭に被っているのはクロブークとクーコリ。非カルケドン派のカトリコスと聖公会のカンタベリー大主教。タルフール紛争で虐殺された人々のための追悼のため。 アルメニア人虐殺記念品にて、当地に転加する式典で撮影。主教とは、正教会、正公会における、行為聖職者。複数教会によって構成される教区を管轄する。カトリック教会では、主教と呼ばれる。主教は、正教会に属する日本ハリストス正教会、及び正公会に属する日本正公会などで、用いられる訳語。なお、朝鮮語及び、 中国語では、カトリック教会の司教も、司教である。ルーテル教会やメソジストでは監督と呼ばれる。2世紀初頭にはすでに司教職があり、現代に至っているが、教派ごとに、その位置づけは異なる。聖教会議、役割聖教会では職名につき司教品とも表記、されるが、個人名と、セットでは記されない。主教の職務は、方針例の執行、教育、 牧き会の三つである。正教会の指導はすべて主教のもとに行われるものであり、司祭タスク災の方針令上の役割と機密執行の権限は、主教から分かち与えられたものに過ぎない。従って、主教のいない、正教会組織、教区は存在し得ない。ある教区が主教が存在しない状態に至った場合は、速やかに新主教が、の部署をされるか、もしくは、 近隣の教区の主教が当該教区を兼任して巻会に当たることになる。信ぶ最大の産主教は土地の信者と聖職者から推挙を受けて選出され、他の主教3人以上によって助成される。しかし古代には聖職者でない一般男性信徒が推挙されることもあった。聖職者でない者の,の選出の例としてはコンスタンディヌーポリ総主教。 ホテオスの例がある。古代には、最大した者が主教を務めることもあった。4世紀にまとめられたとされる、聖使と規則第五条には、主教あるいは司祭あるいは、タスク祭は経験を辞として、己の妻をチックふべからずとある。しかし6世紀以降、祈りの中心になるのにふさわしいとされて、主教の候補は、修道士のみに限られるようになった。ただしまれに、 適任者が他にいない場合、最大司祭から司教が選ばれることもある。この場合、司祭とその妻は婚姻生活を解消し、同時に修道院に入ることが求められる。日本正教会でもかつて、ニコライオの主教がこのケースに該当した。また、妻が永民した司祭が修道司祭となり、その後に司教に助成されるケースもある。 コンスタンディヌーポリ総主教ヨシフ一世は最大司祭であったが、妻が永民してから修道司祭となり、その後東ローマ帝国皇帝ミカエル八世、パレオロゴスの精神的司祭となり、総主教に助成された。同様の例として、アラスカのインノケのティも挙げられる。日本正教会では、不主教ダニール、主代育をが同様のケースに該当する。 服装法神霊の執行時、主教品はミトラを被り、様々な主教用の彩服を着用する。剣図絵を手に持ち、足元には、オルレツと呼ばれる、和紙が翼を広げて、教会を中心とする、町の上空を飛んでいる図柄が折られている円形の絨毯を敷く。和紙線に描かれた町は教区を、鋭い視力を持つ和紙は、教区の隅々にまで目を行き届かせ、 信者を導く主教の役目を表している。彩服の乾燥は、方針例の特定の箇所でしか行われない。公の場では、乾燥した彩服の状態で出るのではなく、黒ブークと呼ばれる帽子をかぶり、リアサと呼ばれる黒子を着用し、パナギアと呼ばれる丸い首飾りをかけている場合が多い。黒ブークは主教のみならず、修道士も着用するものである。 継承継承は、日本語では、総主教には正、下を、不主教、大主教を、主教には座科を用いる。また、日常的には、主教様等、単に様を使うこともある。ギリシャ語、ロシア語、英語などには、各種以外に応じて細分化された正式な継承がある。主教の序列正教会は、全主教を基本的に機密上は対等とする。 総主教、不主教、大主教は、自らの特定の教区より広い地域を指導、統括するが、主教の職務においては、上位でも有力でもない。また、聖教においてはどんな主教も、無病とは考えられない。基本的に対等とされる、聖教会における主教であるが、広い地域を指導、統括する主教については、管轄の重要性に応じたランクがある。 聖教会においては全主教がペトルの後継者であると理解される。管轄上の範囲の違いである、総主教、不主教、大主教、主教といった文化は、全地公会議において重要な都市にこれらの称号が認められていった結果であると認識する。聖教会には、ローマ教皇のような全教会を統括する総主教はいない。ペトルが深く関わっていたのは、 ローマ教会に限定されず、アレクサンドリア教会、アンティオキア教会とも深く関わっていたことを、かつてのローマ教会が認識していたことは、ローマのパパ、問答者聖グリゴリーの書簡にも示されていると、聖教会は指摘し、ローマ総主教のみを、ペトルの後継者とする見解を否定する。カトリック教会、カトリック教会において、聖教会、聖公会における主教に相当するのは主教である。 ただし、中国語、朝鮮語では、カトリック教会においても訳語は、主教を採用する。主教団体すなわち主教団は、ペトロの後継者たる、ローマ教皇がその頭として、共に考えられるのでなければ、権威を持つことはありませんとされる。各主教は、部分教会における、一致の見える根拠であり、基礎であると位置づけられ、普遍教会の一部として、 自分の教会をよく治めることが求められるとされている。カトリック教会においては、ローマ教皇は、ローマの司教にして、ペトロの後継者であり、キリストの代理者でありかつ、全教会の牧者取り解される。マタイによる、福音書16時17分 -19, ヨハネによる、福音書21時15分 -17 において、キリストがペトロを、教会の頭としたこと、 および恐怖たちの証言によって、ペトロがローマ主教となり、その主意見は継承されていったことが明らかであることが根拠となると、カトリック教会は認識する。聖公会ブラジル聖公会の主教、ミトラとコープを着用し、パストラルスタッフを持っている。聖公会において、主教は、教会の監督者、主牧者、礼拝の主催者とされ、 また世界に広がる教会の一致のシンボルとされる。教会の働きは、神の民全体が成すことであり、生殖はそのための奉仕職であり、主教はその奉仕職の中心的位置を占めるとされる。主教を安ですることは、全公会特に主教会の取るべき役割であるという考えから、主教安主では二人の主教が推薦を行う。暗種式は、 安でする主教の他に共同する主教が少なくとも二人同席して行う。継承は主教、主教様などの継承を使う。また、主教として安心を受けた聖職は、任期終了後、定年退職後も、生涯、主教であり続ける。この場合、退職主教を元教区主教などのように呼ばれる。主教の清掃時には、主教官を被り、コープを身にまとい、手には、 巻き杖を持つ。教区主教は原則として一教区に一名だが、教区によっては、補佐主教等の役職が置かれることもある。英国国教会等には大主教の理解があるが、日本聖公会には大主教はいない。日本聖公会では11人の主教が、それぞれ11の教区を主牧し、その中から1名の主座主教が選ばれ、日本管区を構成している。聖公会における、 カンタベリー大主教は、英国国教会の精神的指導者にしてアングリカン、コミニオンにおける第一人者とされ、敬意を払われるが、ローマ教皇のような絶対的権限を全教会に及ぼすような存在ではなく、聖公会にもローマ教皇のような全教会を統括する主教はいない。聖教会においては、終始としての請願をした者以外に対しては、 主教も含めた聖職者にも結婚が許される。日本ではまだ例がないが、米国聖公会では、後に英国聖公会でも、女性や男性の同性愛者の主教も暗守された。こうしたリベラルな傾向は保守派の反発という結果を、生み、北米聖公会の設立や、カトリック教会の俗人教区へ移動する者が出るなどの結果を招くなど、論議の対象となっている。 ありがとうございます。